せてそのままゲートに行けと言われました。とりあえず一緒について行ってますが、彼らが乗り継ぎするとは限りません。結局ですね、全員こっち来いというところに行ったら、入国審査になって、荷物を取って、入国審査になって一旦向こうでヨーロッパ国内に入っているというところ、EU に入ったというところです。先ほどボトムと言ってましたからね、ボトムじゃなくてエンドで、突き当たりまでではなくてブロックのエンドまでということだったんで、やっぱり地図が若干1個ストリート間違っていたようです。スーパーマーケットですが、安いかどうか分かりません。理由は1050円ぐらいといったら安いな。チーズ、微妙な日本と一緒に玉ねぎはキロ30円高い、安いか。それぞれワインはめっちゃ安いから。280キロとかね、っていう前にね、ワインはめっちゃ安いです。30円とかそういうのですね、100円ぐらいのものがあります。ちょっとあるもんで、キープロになりました。
多分向こうが最も、エリズボンらしい景色じゃないかなと思います。あ、やっぱり、植民地であるマカオにも若干似てるところはあるんですけど、規模はやっぱりでかい感じします。ここからですね、4日そこらへんとりあえずのリスボンの始発駅行きますので、そっち行ってみます。出ていくというのは、ヨーロッパ的、ヨーロッパですけどね。順番にご紹介します。先ここで帰りました。別に特に並んでへんかったんで、まあ、すぐ帰りましたです。17時30分のこのウィーマーですかね。どこかわかりませんけど、IC というのはインターシティというので空港という意味らしいんで。改札のないホームのこのまま行き止まり、いかにもヨーロッパです。とりあえずですね、まあ、車販があると思うんですけど、まあ、念のため不安なんで、ピザが2枚で、1.95 ユーロ、ほんでからビール1ユーロというところで全部で、まあ、3ユーロ弱、500円弱のセットというけどね、僕のルシャルどこかに探します。こんな感じで見ます。これアンテナドア見る限りこれは手動ドアである可能性もあるか、それともこれ今だけあれからこっちのホームから乗れるようにしてあるだけかな。フリー Wi-Fi って書いてますが、進行方向にしてくれ言うたんやけど、伝わってんのか自信がないですが、逆ちゃうんけ。ここに行き止まりホームがありますね。
18歳になったらね、ライブを、スーパーボールの時代ありますね。ホームにもカフェあるんですけど、この駅舎にもカフェがあるんで、やっぱり一人がいるから。8時回ってるんですけど、明るいですね。時間軸がちょっとおかしいのか、でもあの、南の方なんであれなのか、日が長いのか分かりませんが、こちら反対側は、なんとか川で海が近いところですね。ほとんど海と変わりません。テリスモを象徴するなんとかいう川です。おはようございます。私は今、コートにいつもにおります。ちょっと朝の日のリンゴでも食べようかなと思いまして、0.5 ユーロ65円です。毎朝1年。この、ついですね、イワシ食べることになりました。先生不能过。先过不去，要再修。知道了。看到没？山らしくなってきました。道があるのかちょっと心配ですけど、ちょっと渡れるのかどうか心配です。
動物というのはちょっと恐怖を覚えます。さっきのこのでかい水道橋みたいなところですね。意外と近くに駅がありまして、なんか文明に戻ってきましたって感じがします。そこを見たら電車区もありました。Google マップであんまりなんか鉄道の駅とバスの駅がよく分からへんかったので、でもまあ近くに走ってたということで、ちょっと文明に戻ってきましたので、これで私も歩いてる人も出てきました。これ汽車に乗るんでしょう。通勤電車が止まってます。これは CP で書いてあるので、何だろうな、コンなんとかオブ、何ちゅう国でしたっけということで、国鉄になっております。改札こっちだと思います。これは国鉄だと思うんですけど、メトロのカードが使えるとか非常に分かりにくかったんですけど、なんか使えるということで改札入りました。4番、ライン4から乗ってくれるので、4番トラックのことでしょうか。次の列車が19時40分、あと5分後です。行き先はリスボア・ロッシオと書いておりますので、さっき駅員に聞いたのはロッシオという駅のことでしょう。I think a Porto is better. Yeah, Porto is better. Yes. チリの水を移動に行ったさ。別になかったような方になります。さっきそちらのレストランで買います。月も出てます。ホテルまで、徒歩10分で帰ります。リスボン空港です。タクシーホテルに呼んでもらいました。早朝ですので22ユーロ、2600円ぐらい、まあ、高いですけどちょっとしやむえないですね。こっちから見ても綺麗に見えます。あれだね、
ップですかね。電話ですか。